これより、ゆ類の処理において留意していただきたい点についての説明を始めます。この動画では、ゆ類の処理に関する概論、水質基準違反の原因、輸水分離層の維持管理方法について、事業上排水指導要項について、の順で説明します。まず、法令上でゆ類と言われるのは、ノルマルヘキサンという薬品に溶解し、 さらに、80度プラスマイナス5度で、ノルマルヘキサンを起算させた時に残る物質のことを言います。このため、油類は、ノルマルヘキサン抽出物質、という名称で、規制対象の物質とされています。油類は大きく、高油類と動植物油種類に分けられます。高油類には、ガソリンや灯油、軽油、重油、グリースなどがあり、 それらの排出源として、石油化学工業、自動車整備工場、ガソリンスタンドなどが挙げられます。動植物油種類には、オリーブ油、ごま油、大豆油、牛脂などがあり、食品製造業や油下工業、飲食店などが排出源として挙げられます。このような、湯類による下水道への悪影響を未然に防ぐため、 下水道法や下水道条例によって、香油類と動植物油種類それぞれについて、排出することができる濃度の上限値である水質基準が定められています。ガソリンスタンドや自動車整備工場などに設置されている、法律で定められた自動車両洗浄施設を持つ特定事業場は、下水道法の規制を受けます。また、 手洗い洗車などを行う事業場などを含むすべての事業場については、横浜市下水道条例による規制を受けます。これらの事業場について、具体的な水質基準の内容を見てみましょう。特定事業場では、下水道法により水質基準値が定められています。水質基準値は、交流においては、1日あたりの排水量が、 50立方メートル以上の事業場で5パーリットル以下となります。すべての事業場を対象とする横浜市下水道条例では、紅油においては1日当たりの排水量によらず5パーリットル以下となります。つまり、自動車両洗浄施設などがある特定事業場のうち1日の排水量が50立方メートル未満の事業場は、 下水道法による水質基準の規制は受けませんが、横浜市下水道条例による水質基準の規制を受けることになります。ここからは、湯類の中でも、高湯類に特化して、その処理方法や処理施設の維持管理について説明します。高油類は、その状態によって、水中で油の層や油滴として存在する有利状の油、 グリースのような固形状の油種類、洗剤などの作用で乳化している乳化状の油、の3種類に分けることができます。正常によって処理方法が異なるため、まずご自身が処理しようとしている排水に含まれる硬油が、どの状態に該当するかを確認する必要があります。有利状の油は、成地により分離し、除去できるため、 処理は比較的容易です。固形状の油種類はろ過により除去することができます。乳化状の油は水の中に油が細かい粒となって分散している状態です。乳化状の油は洗剤などの作用により生じます。いわば、こういうと水がよく混ざった状態にあるため乳化状の油は 整地するだけでは十分に分離することができません。ガソリンスタンドや自動車整備場などで多くの設置実績のある交油類の処理方法として採用されている重力式浮上分離法について紹介します。この方法は有利状の油の処理に適用できます。一般に油水分離層により行われるのがこの重力式浮上分離法です。 この処理方法は、水と油の比重さを利用したもので、油は、水よりも、軽いため、整地すると、上層部に、油、低層部に水というように、自然に分かれます。成置により分離した上層部は、排気物として処理し、低層部は、下水へ排出します。ただし、この方法だけでは、水質基準を満足する低濃度まで処理することは、 難しいためフィルターなどを使用し吸着する方法と併用することが望ましいですここで前のスライドで示した重力式浮上分離法を用いた油水分離層の例をご紹介しますこの絵は左から水が入り右から処理水が出ていく油水分離層の模式図です1層目には 汚泥なども多く流入することが考えられるため低層部の水ではなく中間水を次の層へ2層目以降では低層部の水を次の層へ送りますこの1層目から4層目までの間に浮上分離を行いますまた1層目の前には大きなゴミなどを取るスクリーン層4層目の後には分離できなかった油を吸着する 吸着剤層を設置してください。ここで主な水質基準違反の原因として考えられることを紹介します。1つ目は日常の点検や清掃が行われていないことです。油水分離層は日々の点検における汚れの程度の確認が特に重要です。その汚れの程度を確認することで、 層内の清掃頻度なども決めることができます。二つ目は、高濃度の湯類を含んだ排水を流してしまったことです。床や車両などに付着している湯類は、きちんと拭き取らないとそのまま排水されてしまい、水質基準を浄化してしまう大きな要因となります。続いて、水質基準違反を防止するための、具体的な維持管理方法について説明します。 一つ目の原因は、日常の点検、清掃が行われていないことでした。この場合は、日常の点検を行うためのチェックリストを作成することや、油水分離層の蓋をこまめに開け、油膜が張っていないかなどの汚れ具合を確認することが必要です。二つ目の原因は、高濃度の油類を含んだ排水をしてしまうことでした。この場合は、 拭き取り可能な油汚れをできる限り取ることで高濃度の湯類の流出を防ぎます。最後に横浜市下水道条例で定められている水質の測定を行うことです。1日あたりの平均的な排水量が20立方メートル未満の場合は3ヶ月に1回の測定回数となります。水質の測定を行うことで どれぐらいの濃度の排水をしているか把握でき日常の点検で足りているかどうかなどの判断材料になりますここまで湯類の処理に関する違反原因と維持管理方法について説明しましたこれらについては横浜市環境創造局事業場排水指導要項などに定められています油水分離層やその導入経路の点検をすること 油水分離層上部への車両の駐車や物置を設置しないこと。定期的な肺油の組み出しを行うこと。これらは、指導要項の別記後に、油水分離層の維持管理に関する記載がありますので、ご確認ください。詳細を知りたい方は、参考資料の B 種テキストをご確認ください。最後までご覧いただき、 ありがとうございました。